世話になっております。 WGSL でございます。今夜の動画は練習風景をご覧いただきながら、奥田さんのクライアント私松と弁護士松田さんと、はい、お願いします。はい、またまたトークをしていこうかなと思います。今ちょっとね、移動中といいますか、まあ、ちょっと音声は離れたところで今、はい、他のお客さんも今近くにいらっしゃるというところで、少し離れたところで、僕ら声大きいんでね。そうです、あの邪魔になってしまうと良くないってことで、わーきゃはしゃいだ2人なんで少し離れたところで今撮らせてもらってるんです。これ移動中ね、今ちょっと話 してたんですけど、はい、あの YouTube ね、あの撮影もこうやって協力させてもらってますけども、はい、やっぱりまあ実際配信された YouTube とかも当然見るじゃないですか。見ます見ます、はい。でまあ、当然 YouTube なんでこう関連とかが ね、 そうですね、こう出てくる上位にこうポンポンポンと出てきたりとかしますよね。これ最近やたらと、はい、なぜか分かんないんですけど、はい、すごい過去の WGSL 動画とかが5年前、ね、6年前7年前とかの、でもマサさんが今急にそういうことをおっしゃってて、はい、出てきてっていう話 といや僕もそれ全く同じでという感じ。これがその僕と松さんとかが見てるからとかっていうので出てきてるだけの現象なのか、皆さんも一緒なのかっていうところは、まあ、ある程度ね、はい、まあ、当然 WGSL チャンネルを見てるっていうのも、はい、多分 AI には判断されてると思うんで、うんうん、まあ、そういう中でピックアップはされてると思うんですけど、はい、ただ結構古いやつが結構前のまだあの1分半とかの時代のあの時代のやつですよね。短いやつがね、結構上がってくるんですよ、ね、いやいやいや、そうですね、それが出てくるんですよねっていう話を今たまたましてて、はい、いや僕もですっていう話をして、うんうんうん、なんかもう本当にこれ勘違いしてほしくないんですけど、はい、決して別に偉そうに言うわけとか、はい、じゃなくてやっぱりこう、はい、WGSL 理論で学ばせてもらってるからこそ、はい、っていうところもちゃんとちょっと考えていただきつつ、スイングを見てるからこそっていうところで捉えていただきたいんですけど、はい、あの昔のトシさんすごいスイングしてますよねって今話をしてたんですよね。びっくりしますね。トシさんいや本当にあのこれは、うん、あのトシさんってすごい変わってるんやなっていう、あれがだからうわやっぱりこうずっと見てて、やっぱ昔やっぱ初見で見た時も、はい、すごい綺麗なスイングする人だなって。そうですよ、ね、リズムとかが、ね、やっぱりしかもあのリズム感って独特の心地よさがあるじゃん。そうですそうです、トシさんのスイングと本当にそうです。あの心地よさってもうやっぱり真似したくてもできる、あれって天性のものかなと思うんですけど、いやと思いますね、はい、気持ちいいって思わせるあのリズムというか、うんうん、やっぱあれがあるからやっぱもちろん綺麗、もう当然綺麗なんですけど、はい、いや綺麗です、はい、ただやっぱりある程度ねブロマガとかコンサルとかで知識入れていってると、はい、やっぱり昔のトシさんのねスイングとか見ると今見るとやばい、トシさんトシさん全然ないよってあれぜひ見比べる、まあ、見比べる動画っていうのももちろん今まで過去に出てますけど、実際見てみると、はいはい、全然違うから面白いんちゃうかなと思いますね。プロがあれだけスイング変わるって、はい、多分すごい徹底量なんだろうなって。そうですよね、なんか、うん、そうやってなんかどっかで僕も YouTube だったかどうかをちょっと覚えてないんですけど、はい、トシさんに直接話したんだったかな。ほうほうほう、なんかそのなんかある意味、はい、プロの方がスイング変えるのって大変な気がするっていう僕話してたんですよ。ほう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 、アマチュアってそもそもできないし、そうですね、で一層なんていうんですか、はい、新しいアクション入れないとうまくなれないから、はい、うん、ある意味で全部悪いから全部直すだけ、そうですね、うん、しかも極端にできるっていうのもアマチュアの僕強さだと思ってるんですよ、はいはいはい、だって明日の試合を控えてるわけでもなければ、そうですね、だって崩したところで何にも影響ない、待ってるのはもうかっこいいスイングになる自分の未来だけなんで、そうですね、いや、そこのためにって思えば、うんうんうん、いくらでも、はい、要は恥もかけるしみたいな、そうです、はい、だから、ね、確かにそうそう、だからそういう意味で例えばトシさんとかってそういう意味ではもう、はい、要はプロなんで、要は、はい、芯に当てる感覚がもともと持っちゃってる、そうですよね、っていう中で新しいアクションを入れるって、はい、多分どえらい違和感だと思うんです。捨てられないものがいっぱいあるから、多分アマチュアとは違う違和感があると思うんですよね、はい、この、はい、これじゃ球打てないっていうアマチュアが持つ違和感と別で、はい、多分もっとその繊細な部分、うんうんうん、これじゃ芯外すとか、うんうんうん、思った弾道が打てないとか、はい、っていう多分領域の多分違和感があると思うんですよね、うんうんうん、でかつやっぱり YouTube なんで、はい、言うてやっぱりプロである以上、はい、曲げるわけにいかないとか、かっこ悪いことはできないっていう、そうとかやっぱ多分そういう責任感とかも多分ある、はい、多分あると思うんで、はい、けどこの WGSL チャンネル内でスイングを変えていかなきゃいけないっていう、はいはい、見せつつ、はい、スイングも変えていかなきゃいけないって、ね、多分すごいことをされてるんだなって思ったんですけど、うん、やっぱああやってねたまたまこう過去動画でパッと見た時に出てきた時にこんな変わってるんだっていう風にね思うとびっくりしますよ。すげえなと思うんですよ。なんかああいう領域に行って僕スイング改造かなと思ってるんですよね。あスイング改造、スイング改造ってなんかアマチュアも結構言うじゃないですか。めっちゃ言います、はい、俺スイング改造する、あ改造中やから、そう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 、はい、言います、一生スイング作りやから僕そう捉えればそうか、そこが全然違うやな、改造も何もだって一回何もできてないやみたいな、完成してへんものを改造ってどうすんねん、そう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 、うわその
言葉はほんまそうですね。いや僕は本当そう思ってるんです。アマチュアなんか一生スイング作りやろ、二度と改造って言わんとこ改造じゃないでしょそれって、ね、いやそうですよね。僕もう全てを作っていく壊すものなんかアマチュアないでしょ。ないですね。悪しきボディーダンスで取っ払ってしまえば。そうですよね。そう全部がほんまにあのゼロベースどころかみたいなところからのスタートなんで、下手しいね。だって生地だって、うん、今日ゴルフ始めました、はいはいはい、今日からコンサルお願いしますって、はいはいはい、最高じゃないですか。それ羨ましすぎるだけですね。まさにゼロ発信じゃないですか、うんうんうん、ゼロ発信で奥田さんの知識が入っていくわけですよ、はい、最強じゃないですか。最高やと思います。ある意味そこって、はい、悪しきボディーターンにも、まあ、あえても言うじめなんで言いますが侵されてると、はい、マイナス発信ですよ、うん、でほんまに悪いものが身についてしまってるところがでまたその根強いんですよその癖がね。僕で言えばその左手首の小屈とか、はい、まだ抜けないかっていうぐらいしつこいとかいうところはありますし、はいはいはい、そうですよね。っていうので言うとプロってそのそれを都市プロなんて言ったら、はいはい、あのずっとそれをやってきた期間も当然長いし、そうそうそういや期間もそうやし、うん、売ってきた数だって、そう、とてつもない量でかつね試合とかもやっぱこなしてるんで、そうですよね。とんでもない多分なんちゅうんですかね、根についたものっていうのが根強いんだろうなっていう中で、はいはい、あれだけスイング変わるんだなっていうのがやっぱさすが元祖ドリスデモンスターっていう感じは、そうですよね。そうやわ。やっぱ多分僕らには見せてくれない一面が多分あるんだろうなっていうところですよね、はい、ああいう多分あの負けん気の強さというか負けず嫌いさっていうところがあれだけのスイング改造につながっていくんかなっていうふうには見えてますよね。だって本人もね、はい、奥田さんに負けるのが一番悔しいっていうそれがまた突然らしくて面白いなと思って、ね、いやかっこいいですよね。かっこいいですよね。それはかっこいいですね。なんか奥田さんに負けるのが一番嫌なんですよ、ね、いやそこはやっぱまだ追い求めてるみたいですよ。やっぱりなんかやっぱそこだけは抜かないとなっていう一番強いところに挑んでますけどね、うん、やっぱそう挑まなきゃいけないっていう風な多分思いもあるんでしょうね、うんうん、多分そこら辺はね。でも本当にあの過去の YouTube 動画ぜひ見てほ、ね、出てきたらぜひ見てほしいですよね。わかりやすい本当に。だからいやし、うん、若いんですよあの見た目も若い。見た目も今離れてるから言えますけど、はいはいはい、ちょっと生きってる感じとかがあるじゃないですか。あのやんちゃ少年感ありますね多分あれ今のトシさん見て恥ずかしいんじゃない。そういうのがよく言う黒歴史であったりだとか中二病であったりだとかじゃないですけど、あのちょっとねあれはぜひトシさんと一緒に見たいね、まあ、多分それはトシさん自身が一番感じだしいやと思いますね。なんか相当やったらしいですよ。なんかけど奥田さんとかに、いや、はい、全部は全部は聞いてないですけど、奥、はい、田さんとかがもう、はい、本当にすごかったって言ってます。トシさんが特にすごかったっていうのは何なんですか。もう、まあ、もう当然 YouTube からは見えてこない部分だと思うんですけど、はい、もうめちゃくちゃらしいです。行動がめちゃくちゃだったらしいです。マジでへえ。もうだからもうやんちゃ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 な、今でもそういうとこ全然見せない。見せないですよね YouTube でね、うん、めちゃくちゃいい子。いやまあいい方なんですよね。もちろんいやもちろんそうです。もちろんそう間違いなくそうです。やんちゃな一面がねあってこそのトシさんっていう気は今となってはしてるんですけどね。それでいうとやっぱりその風獣さんと2人で会うとか、はいはいはい、あっていうのは僕らそういう一面あるんでしょうね。遠くから見ると出てくるんかなそうそうそう当然また、しかもやっぱこの撮影の場っていうのはね僕らもいますし、そうです、ね、当然やっぱりまあそのなんていうんですかね、お客様モードじゃないですけど、はいはいはい、絶対まあそういうスイッチが入ってらっしゃると思うんで、はい、なかなか見えないところあるとは思うんですけど、裏側もねぜひなんか出してくれたらブラックトシも見たいですよね。僕はめっちゃ見たいです、ね、翔太さんも多分見たいはずで、楽しみだと思うんですけどね。また面白いですからねそのキャラがね、はい、たまに見せてくれるところがね。いやいやなんかトシさんトークになってきましたね。いいですねけどこういうのも、ね、でも本当にあのなんていうんですか素敵な方なんで、うん、やっぱ僕もこうある程度ね撮影とかで協力させていただくことも多いですし、はい、なんかそういうのでこういる時間もある程度こう増えてきたところもあってくる、はい、僕やっぱすごいなと思う。トシさんから学ぶことがあるからやっぱ面白いすごいなと思うんですよ、うん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 、全然僕正直年下なんですけど、はい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 、もう本当に勉強になるわこの人って思うとこもう特に気遣いとかはもうえぐいです。徹底してますよね。すごいです、うん、本当にすごいです、うん、ここまで気遣いする人ってここまでするんだっていうところとかやっぱもう今といえばねやっぱり上司部下の関係ではあるわけじゃないですか、はい、奥田さんとかってなるとね、はいはい、そういうところでやっぱそういう一面とかをやっぱこう、はい、見ると撮影外のところで見たりすると、はいはいはい、この人すげえってマジで思うんですよね、うん、だからここまでするんかっていうところでもうめちゃくちゃ勉強になるしっていうところそれもやっぱり WGSL あってのことだと思う。
で それこそ6年前、うん、7年前のトシさんからは想像できない今の素晴らしいトシさんがあるから、ね、あの時のやんちゃさからは想像できない今のトシさんができた、確かに本当昔の本当クソガキみたいなそれこそ本当にあの最近 YouTube 見ていただいてる方とかに最近見始めていただいた方とかに、はいはい、その時のトシさんをぜひ見てほしい。あ、確かにそうかも。ぜひ見てほしい。確かに確かに確かに本当ね、確かにちょっと違いますもんね。違いますよ。ちょっとだいぶ違います、ね、だいぶ違いますよ。確かに、いや面白かったあ、意地がなってるわ。急遽考えたトークというか、まああのはい、もう玉瀬さんの何でも広がるんですよ、マジで広がるいくらでもそういうところで、まあ、結構楽しかったんじゃないかなと思いますね。しかも映像はね、はい、この超豪華3人、はい、超豪華3人のこのほのぼのするこのやっぱりこれぞ WCSL の絵ですよね。ね、もう素敵です。この3名で、やっぱこの3名の僕は絵が大好きっていうのなんですけどね、うんうん、そういう映像とともにトシさんの昔話とかを勝手にさせてトシさんびっくりするでしょ。いや、びっくりする。めちゃめちゃ俺のこと言われてるよ。びっくりしてほしいですというところで、何かしら、楽しい動画になれば幸いかなというふうに思います。WGSL チャンネルはチャンネル登録者数を10万人目指して頑張っております。皆様お力添えのほどよろしくお願いいたします。お願いします。チャンネル登録と高評価とコメントですね、よろしくお願いいたします。かっこアンチコメントとタメ口以外、はい、あと明日の朝8時ですね、今夜の YouTube 動画について奥田さんの方のブログも更新されますので、そちらの方も目を通していただければと思います。それでは明日の夜8時にまたお会いいたしましょう。失礼いたします。